を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。順調だ。近くに何かあるな。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。アレビトの気配です。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を敵の居場所や霧を見せば特定できるはずだ。行けるぞ。
今のお前なら新しい技を習得できそうだな。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べる。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。あ、なんだ。ありそうだ。うん。よし、頑張ろう。こいつは使えるぞ。
寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、これで助けられる。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。ものを炙り出すんだ。
工事現場か。何か感じる。調べるぞ。鳥居があった。浄化。これも強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。陰りへに向かうぞ。駅の南側に陰りへの入り口がある。そっちに行こうか。
なんとかなったか。あいつ気をつけろ、体がでかいだけじゃなさそうだ。気が悪いな。今はどこでも気味が悪いぞ。気にするな。駅か。人もいないし電車も来ない。町が死んでる証拠だ。
気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。もう大丈夫だよ。やったな。